仕事の行く潮柔らかえー、いやおおすげえめっちゃ良くないこれ名義だけに知ってたかったな来ましたランプやっとこねましたそして長野といえばやっぱりドバスさんいいですかお願いします僕もやりたかったですキモトゥーキモトゥーやりたかったね毎回全然やってないですよ、ね、長野県はい野尻湖ほとりにあるザ・サウナランプ有名ですからね長野県民ですらもう来るのが結構ハードルで予約が取れないそう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 いう意味でハードル高いということ で今回まあ、3ヶ月ぐらい前からなんとか予約取らせていただいて、うん、で、ちゃんと客としてお客さんとして来させていただいて で、ねはい、で撮影もさせていただくということでそして今日はこのランプといえばザ・サウナといえばという方来ていただいてるというかっていうか俺らが来てるややこしなってるね野田クラクションベベさんですどうぞよろしくお願いしますはじめまして、 初めましてお会いしたかったですいやいやいやありがとうございますちょっと予約がなかなかすごいですよね今やねいやほんまてんてこまいでしょいやいやでも今メンバーみんなでなんとか、なんとかやらしてもらってすごいだからもうベベさんって呼んでいいですかはいよろしくお願いしますベベさんはもう、うん、ランプはもちろんのこと最近ちょっとだから他のエリアの施設のプロデュースとかもはいお手伝いさせてもらってますね、はい、やられるようになったからもう言うたらサウナ一色ということでそうですねもう本当日々サウナ日々サウナ日々サウナいやだから今日ちょっといろいろ一緒に入らせてもらえるんですよ、ね、はい、はい、もちろんですはいでいろいろお話聞きながらということで楽しみ、はい、でちょっととりあえずこう入りながら、はい、行きながら行きながらちょっとこんなんいやもうね雪がちょっと雪が、はい、今日が12月2日にロケ来てるんですかあだからそもそもあっちほら野尻湖はいいですよ。みんな行ってる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 。やばいやばい。行ってる行ってる。冷たいですか？やばい。すみません、TKO の木本と言います。めっちゃ冷たい。めっちゃ冷たい。最高。すごい冷たい。すげえ皆さんどっから来たんですか東京から東京から4時間かけて、はい、4時間かかりますねいや今からじゃあ入ってきますわはいどうもありがとうございますありがとうございますありがとうございますすごいな目がもうパキパキいや実はだからさっきちょっと一瞬着いた言うてまずパーって見たんですけど思ってた写真で見てたんと全然違うこれザ・サウナえザ・サウナ見えるでしょはいこれ1号棟サウナ室で2号棟隠しああいうスペースとかってあんまり写真で見ることそんなにないから、うん、そんなに出してないね、はい、ほんでこれは写真で見るやつこれ水風呂これは黒姫のやつ山の方からお刺身で来る水で湧き水が出ててこれが野尻湖に最後かかるなるほど、はい、これで何度ぐらいこれはもう多分五道用っていう地域のやつで冷え込んでるんですよ一番いい時期に本当に来るようになってる秋のこの冬前の冬が早かったんですけどちょっとはぁめちゃくちゃいいエリア。ほんま。すげえよ、これ。周りの感じとかいいですよね。この大自然に囲まれたこの、うん、この感じが。で、あそこ、めっちゃいい休憩室なんですよね。見て。めっちゃ良くない？これ。おしゃれすぎる。なんかサウナの後にここで、なんかそれこそディープリラックスじゃないんですけど、ええ、その大休憩って感じができるもの整った後に、はい、さらにここにもう泊まれるぐらいのそうですねすごいそうぐらいでこれ薪ストーブ入れてすごいあ薪なんだいやもうなんかめっちゃいい欲しいものが全部ある感じで基本的にそうやっぱ自分たちがあったらいいなってものを、うん
みんなで作るっていう感じです。ランプ自体ここも後からですか。これも後からです。で、なんかもう本当雪が降るんで形はもうこういうやつしかできなくてどうもっていう、はい、でそこに今薪ストーブもあったらいいよねとか畳がいいよねゴロゴロしたよねみたいなのが後からついてきて、あと今ちょっとしか置いてないです。ここを 本も持っておいて、なんかゆっくり本読めたり。入ります。じゃあ入りましょう。さあペペさん、はい、早速入らせてもらいます。まずはゆくし、はい、1号棟のゆくしをぜひ。ゆくし、はい、じゃあもう行きますよ、行きますよ、行きますよ、ルガントルガントよしよし、すげえ楽しみ。よしじゃあ行きましょう、行きましょう。はい、お水とかはあのここにあるんで適宜飲んでいただいたり、 あとは塩分キャンディーの一応塩も取っていただいたり、もう至れり尽くせり、すごい何でもある。あと、あったかい、お茶、延命茶って、うちの町の美味しいお茶があって、うん、それもホットで今出したんで、後でちょっとゆっくり飲む。全部ある。はい、じゃあ、サウナ、ぜひ。Wi-Fi もあったからね。Wi-Fi。ここね、ぶつけないように頭引っ張って、はい。うわぁ、もういい柔らかめっちゃいい。しかも今、外の光で石が照らされてる状態、一番いい時間です。あそこにかけたら、もうアートです。うわぁ一番ちょっと綺麗な。セッティングすげえですね。今、バッチリ、今95ぐらいで、95。完全なドライサウナの90度台って、はい、もう少しヒリヒリするじゃないですか。そうなんです、そうなんです。それがもう全くね、柔らかいっすね。めちゃめちゃいい。これが薪の威力。薪のなんかそうですね、やっぱこう、パワーというか、うん、性質というか。すげえなー、こだわり抜いたね。なんでここにたどり着いたすごい気になる、ね、うん、でも天気良くてね、光がバーッ入ったこの光、ほんならちょっとじゃあこの光軽めにかけますか、ところにね、ちょっと一旦、はい、うわー欲しい、どうしますか、おかけ、あちょっといいじゃ あ, いいあのベベさんのちょっと最初は、はい、この光の反射、うわー、めっちゃいい、あー、来てる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 、すごい、速攻できた、うちの自家製で蒸留してるラベンダーの、え、自家製のラベンダーなの、蒸留も、はい、全部自分たち、めっちゃ濃いっすね、めっちゃ濃いですよ、バーンとやっぱり、だからか、すごい早いですもんね、来るのが、はい、ね、香り強いけど、嫌じゃないというか、自家製ならでの、うわ、もうめちゃくちゃいい、蒸気、汗めっちゃ早いね、一瞬で吹き出ました、ね、いやいや、ドアサム、ドアサムめっちゃ来てるよ、いい感じの皆さん、これやっぱサウナ入ってる人と入ってない人じゃ出方違いますよね、全然違いますよね、初動がこれさえはうまいです、この色いいっすね、そうです、これも朝うちそのストーブ炊くときに少しスモークしてるんです、うん、はいはいはい、燻製させて、うん、少し温めてるでこういう色味になってて、一番最初の10時の回があるんですけど、うん、10時の回の人はもうちょっと燻製の匂いが入ってて、ああ、それはそれで醍醐味、確かに、ね、今日泊まれてよかったな、え、お前が日帰りがええ言いたいんやっけ俺は泊まりで来たかったんですよ、そうですね、うん、なんかゆっくり、そう、ほんなら菊田が、はい、いつとも忙しいし日帰りでにしてくれへんからほんなら日帰りにしようか、はい、言ってほんで今泊まりがうまくとんでもないんですよ、どっちや、木が増えすぎちょっと軽く投げていいですか、はい、投げいきましょう、ヒューさんもうカメラ置いて、もう置いたっすね撮ってる場合じゃない、うわぁ、やっぱフィンランドスタイルで、いいね、投げてもう一回いいんですか、それだけ取ります、それがちゃんと取れますね、それが来てる、もう一回いきます、真ん中らへん行きます、はい、おぉ、ちょっと一杯ぐらいかけて水いきます、行きましょうか、ちょっと多めにいきます、はい、
すごい。おお、強いの来た。強いの来ました。いやすごいね、あの蒸気の来方がかけた時の投げてくれた方がその風で向こう当たったやつがまずスーンって来て、その後上からスーッと降りてくるから、すごい、なんか二段構えみたいな、わかる、行く、すごい勢いで、なんで行く、行く、いや、あの行くかどうかは出演者が決める。同じ部屋に入ってるけど、あそこの方がもしかしたらここめっちゃ暑いです、めっちゃ暑いところですね、お二人の位置から小林さんと、あ、こっちじゃないんだ、橋が溜まるところ、なるほど、もう行く、行きましょうか、行きましょうか、行きましょうか、気持ちいい、最高、気持ちいい、うわ、すげえ、すげえ、すげえな、これ、すげえな、いただきます、すげえ、すげえ、おー、すげえ、気持ち、冷たい、気持ち、どっちやろいやー、おー、やば、水めっちゃいい、どう、どうした、気持ち、やばい、あキルが入ってくることになるわ、浴びて、汗流して、いやー、やばい、どう、激しい、うーん、決まった、歯衣が来ない、冷たすぎて、冷たすぎて、うん、俺カメラ映したってのに大したコメントせえへんな、気持ちいい、あー、ふぅ、これは、よし行こう、よし行こう、すげえ、整う、なんで気持ちいい、めっちゃ気持ちいいですよ、これすごい、ロケーションも最高ですよ、ほらあっちの、これそれが一番いいですね、すごいもん、甘み、本当だ、あ、今日寒い、俺もやば、甘み、なんこんなに寒いの入ってると甘みってそうそう出なくないですか、今、そう、すごい、今日いかにセッティングが素晴らしいか、だいぶちゃうかったでしょうね。いや、前者やってると、そのリフレッシュの仕方とかって結構問われるじゃないですか。うん、こんなリフレッシュできたアスリートめっちゃいいと思う。めちゃくちゃあのスイッチングが、うん、あ、そう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 、パチョンできるんちゃいます。すごいね、やっぱりね。すげえパンチあるわ。いかに自然が大事かと思いますね。やっぱりこう勝てないですね、この自然に。勝てないですね。それこそ今湖はかなり冷たいですけど、春先のこのゴールデンウィーク終わったぐらいからは逆に12、3度とか13、4度とかでこう一番気持ちいい、おー、なるほど、で水がタプタプで、いや、ほんで今日のこの天候ね、めっちゃいいっすね、チリっすね、これ雪降ったらどうなんですか、雪降ったらそれそれでね、意外といけるんですよね、そうだよね、サウナ90度で扉開けたらもうマイナス10度、確かに、このランプは真冬で雪積もってたら雪に飛び込むあれができるんですよね、できます、できます、いいなぁ、ちょっとでかめ、車の管理ってあります、あ、ほんと、ね、僕の、はい、あの、ウェアの、あ、ウェアがね、ポケット、あ、すいません、上か下、誰も共感してもらえないと思ったんで、こんなん一瞬で頭までキーンくる、おばあちゃんが持って
くれたっていうみかん。うまっ。これうまっ。